明日から3日間にわたりまして、静岡市でアマチュア劇団による心の病をテーマにした演劇が上演されます。常に社会性のあるテーマを表現してきた劇団の活動の様子などを杉本カメラマンが取材しました。すごくこの言葉が好きなんですけど、人生とはリハーサルのチャンスをもらえなかった舞台のようなものだ。お任せできるっていうか人をね楽しませてあげる才能がありそうだわ。劇団友プロジェクト主催の心の病をテーマにした勉強会、初対面の人と対話し自分を見つめ直す時間です。自分が何を求めて何が好きでとか何が嫌でとか、そういった自分の感情の揺れみたいなものを受け入れてあげて、感じてあげて、聞いてあげるってことが、コミュニケーションの実は一番最初なのかなって気がするんですけどね。松尾さんは浜松の劇団の代表でもあり、3年の期限付きで静岡市にやってきました。県舞台芸術センタースパックの制作スタッフや高校演劇の指導などを経て、友プロジェクトを旗揚げして1年半。これまでも社会性のあるテーマを演出してきましたが、6度目の今回はいじめや家族の崩壊を描きます。あいつら誰でもいいんだ、誰でもいいからいじめたいんだ。待ってるよ。今回は高校生や主婦、67歳の男性まで約15人のメンバーが集まりました。松尾さんがアマチュアにこだわるのはリアルな人生観を芝居にぶつけてほしいからです。家族以外の一体何が信じられるというんですか。だからもっと突き飛ばす、もっと引っ張っちゃっていいと思うんだよ。だから感情に任せて、ね、どっちよ、その時に円になってるんだよ。心をみんなで一つにしようってことで円にするんだよ。体でやろう、体で。違うことやりたかった。日常の自分と違うことって、自分がやりたいと思ったことをやりたかった。私自身もやっぱり心のどっかに親として、または子供としてなんかいろんな痛みが残っているものですから、ここに入ったらそういうものが癒せるかもしれないなということで。こんにちは、すいません、友プロジェクトの松尾です。それをそこの友人が精神障害者であることなどがきっかけで心の病について考えるようになった松尾さん。現状に触れ偏見をなくすこと、それは自分自身への課題でもあります。自分と違う他者、私らしさ、つまり人間が人間らしさを持つっていうことは必ず他者が必要である。私とみんなとの関係、みんな同士の関係っていうのをどういうふうに作っていくか、つまり社会の在り方をどういうふうに作っていくかという問題なんだと思うわけです。松尾さんにも20歳前後に情緒不安定な時期がありました。2人に1人がストレスを感じ、誰もが心の病になるかもしれない現代社会、その中で自分を確立するにはコミュニケーションの見直しが必要だと考えています。全然ここまで届かないんだ。決意の言葉なんだそれ。今日限り父さんは父さんを辞めようと思う。まさか離婚ってことですか。そうじゃない、父さんは父さんである限り家族をまとめなきゃいかん、まとまらなくてもまとめようとしなきゃいかん。だから父さんは父さんを辞めようと思う。みんな家族がバラバラになってる知ってる、知ってて活動するんだ。問題っていうのはすごく身近なものがたくさん積み重なって大きなことになっていくと思うんですよ。だから社会と個人ってのはものすごい影響し合ってると私は思っていて、自分なんだって思った時にきっと世の中も社会も環境も、いろんなそういった心の問題も私変わっていくような気がするんですよ。浜松に帰ったら若者やブラジル人との作品作りをしたいと語る松尾さん。舞台からの発信はますますパワーアップしそうです。私の愛する人は精神を病んでいます。ですが私はとても幸福です。やると楽しいですよ演劇は楽しいです演劇は、自分のいろんな癖も見えるし、なんだろう、
自分がよく見えるんじゃないですかね。自分で対話しますよ、結果的には演劇は。